はい、どうもケミです。今回は超究極無惨、こちらの高難易度と言われている史上最高難易度はですね、なんと友情芸で完結しているということなんですけども、この 1P2P3P 私全部出す、はい、ネオとクガこちらを出すので、 4P のキャラクガもしくはデビパン、こちらを持っている方であればお助けライブやっていきます。私が3赤で弾くので、適正キャラクガとデビパンで参加してほしいんです。そうすればですね、何回かやれば勝てると思います。そこまで難易度が下がってます。ワクワクの詳細なんですが、今回はねチビ足必須級となっておりますが、私 1P2P3P はしっかりついてるんです。こちら見てください。しっかりねもう一回厳選し直したんですけども、 4P のクガさんは同族3種ついてるんです。なのでチビ足を無理につける必要はないです。もちろんつけると勝率は上がるんですけども、せっかくですね同族3種とか速殺をつけてる状態のクガさんにわざわざこうチビ足をつけてみるやる、本当にもったいないんですよ。なのでもうそのままで大丈夫です。参加型ライブ放送は常時毎日ほぼお届けしていきますので、ぜひぜひねチャンネル登録をねお願いしたいです。はい、予約制となっております。今回いつもだったら私がホストして一斉ノーでってこうマルチ募集していくと思うんですけども、今回3赤入れますので1人ずつしかちょっとねできない状態になっております。なので通知をオンにしていただいて、ライブ放送の始まりを見逃さないでほしいんですね。私も帝国に降臨時間にすぐできるかっていうこともないんですよ。そうちょっと遅れたりとかいうこともありますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。道中は特に気をつけることはないかなと、もうネオとクガサで当てとけばですね完結していくということですが、まあ、SS を使うタイミングとかですかね、まあ、できるだけ2段階目に貯めてですね挑んでいく、そして回復できるカッツンをですねいかに倒しきらないっていうところですかね。一気に倒してしまうとやっぱりですね回復手段がなくなって結構きつくなっていくという形ですね。一通り喋り終わりましたので、あとはですねボス戦をどのように倒しているかとか、その辺を最後で見ていただければなと思います。それではまだ勝ててない方ぜひ参加お待ちしておりますね。
この動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタン、動画のシェア、ベルマークをタップしていただいて通知をオン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。